生まれはロシア、育ちは関西、油断してたな、育ちは関西じゃないわ、舞台、油断してました。油断してたね、指輪いじって。なんか指輪調子乗って女って指輪プレゼントするとなんか調子に乗るのよね。別に結婚指輪でもなんでもない。違うねこれさ、お気に入りやねん。なんか人差し指につけるのが好きです。くっそどうでもいいわ。うっせぇな。やべえや。生まればロシア、それ違う関西、舞台は東京、美容シーズです。はい、ということでもうなんかさ、芸人じゃないねんから。はい、ということで今回は YouTube 見すぎてかさ、なんか最近さ思ってたことについてちょっと話したいなと思って、うん、最近すげえ怒りがこもってさ、うん、イライラすんだよね。ずっとテレビとかつけるとどのテレビもどのチャンネルもなんか煽り運転の話だったりとか。じっくり聞いてないんだけど、どういう内容なんあれ。じゃあね、なんか男の人は昔からずっとそういう煽り運転みたいなことをやってたみたいで。それは事実、それは事実、どこ情報、テレビで取り上げられてるの。 うっせぇなお前。そこはごめん、置いといて。それずっとやってたみたいで、うん、まあ、多分そうやってストレスを発散してたのかな。それ煽り運転もしてたの。今回のケースだと前でブレーキを、急ブレーキを押したりとかして、うん、で前で止まったりして、なんか危ない運転してたから、うん、後ろの人が多分こう前を越そうとしてたのよ。うん、危ないなと思って、でそれを多分越した時にぶち切れて、でもぶち切れてっていうかそれが多分狙いだったんだと思うんだよね。じゃああれなんか俺見てたのはなんか車からさ女がガラケー持ってそうこう出てきて、で男が後ろからどれやこれやんって出てきて、でなんかあとはもうバン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 ってなんか殴ってるみたいなシーンしか見てなかったけど、そうそうそう、あれは先になんか最初わざと遅く走ったりとかしてそれを追い抜かして、追い抜かされて、 でそれに対しておいこらなんだみたいなっていうので、すごいもっと危険な運転しだしたのよ。男の人が出てきてあんなさ歩き方してんのに、なんで被害者車の窓開けてんのっていう。結構歩くない、そういう煽り運転で暴力。煽り運転は多分電車でも暴力よくあるしさ、うん、今頃なんで急にこれがこんなにホットワードになってんやろ。ああいうやつおるやん、なんかあの大きな声でブレン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 って言っておけば相手はビビってこっちはなんか気持ちがいい状態になれると思ってるやつ。やから気質な、なんていうのかな、一昔前昭和の時代には通用したであろうブレン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 みたいな、ブレンブレン、あとさ顔をこうやってんだんだってやるやつな、笑っちゃう。なんかそういうそういうなん昔ながらのクソヤンキーというか、もうそういうのは通用しませんよっていう時代でもまだ残ってるから、それがこう社会的にこう逮捕されて戒めみたいになってる状態がみんな今すごい気持ちいい状態なんかもね。ちゃんと逮捕されてよかったって日頃昔から、まあ、とりあえず一人はね、あの煽り運転するやつはなくなったから、まあ、いい見せしめにもなったよね。そういう他にも絶対おるからね、やってるやつ。いや、いっぱいいるよ。でもロシアもさ、ロシアの煽り運転あるけどさ、命がけじゃない。もう出てくるっていうことはもう覚悟してるやん。昔ね、うちあのロシアにいた時にタクシーに乗ってたの、うん、タクシー乗ってちょっと遠くに行く感じになったんだけども、ちんたらやってるまさにその状態があって車があって、でタクシーがこうふーって追い抜かそうとしたのね、自分が乗ってるタクシー、うん、でそれをこうグって追い抜かそうとした時にわざとスピードをブーって上げてくる。その人も、でそのブーってわざと上げてくるっていう煽りをされてたみたいで、でその時にえやばいやばい、どうするどうすんのとかってこっち後ろで騒いでたら、タクシーの運転手はすごい落ち着いたようになんかカシャッと開けて銃を向けたの、そこに。あ、もうその運転しながら出したってことも。そしたらっていう状態になって、もう俺もうええわこのタクシー、絶対ちゃんとお金払おうって、まあ、もう普段から払ってんねんけど、なんかこれでさもっと払えとか言われたらさ、もうやばっと思って俺まで後ろでこうやってこちょこみたいな。もうほんまに命がけやから、あの逮捕されたやつがロシアで生活してたらああはなってなかったと思う。ああこういう安全な社会で甘やかされて生活してきたがゆえにこういうことをやって快感を得てるけども、女もおるからそれでカッコつけてんねよな。
ロシア行ってみるって思うよ、いつも。ロシアはもうダメなところなのよ、それが。もうそれがもうありすぎて、警察もそんなん見ても、はいはいはいみたいな感じで、逮捕もないし、うん、でも日本の場合はこうやって、ちゃんと逮捕されて、うん、司法の力がちゃんと駆使されてて、法治国家として機能してるなっていうのを見て、ちゃんとこういう悪い悪がちゃんと逮捕されて、良かったと思う。良かったよ、うん、で日本に生活する外国人はもうほんまにその安全面っていうのがほんまに感謝よね。その警察の人もなんかこう見逃すっていうのが始まるともあかんねん。なんかこう賄賂とか、なんかもうロシアってさ、もう賄賂やばい、警察官がな、もう貧乏になることがあんねん。たまにこうなんていうの、お金使いすぎたわってなったら、そしたら外に出て車を適当に止めて、もうお小遣いね、そうお小遣いを稼ぐね、あこれあれやなって言って、どうするって今ここでお金払うみたいな、あでも何もしてないですよって言うやんか。そしたらあれ、お麻薬見つけたわ。えでもそれ俺のじゃないよ、それ警察のじゃないですか。いいよ、ここにあった。じゃあ分かりました、はい、5000円っていう稼ぎ方をするのよ。もうそうなったらね、崩壊するよ国が。だから本当に、いやすごいと思うよ、日本の警察官となんか、うん、なんかやろうとしたらもうね、ちゃんとそう話にならないからね。警察官とたまに警察もの、うん、なんかさ、じゃあ煽られた時にどうするっていうね。あ、自分がもしそこに、その現場になんか、俺とっておきのやつあんねん、いつもとっておきのやつ、とっておきのやつ一回使ったことあんねんけどな。じゃあちょっと、じゃあ先にちょっとグルちゃんがどうするか。これはな、女と一緒におる男の前では特に効果的やねんけど。あ、その女とおる男って人は、そう、男って女の前だと結構カッコつけて何でもいいねん。例えば生きて肩がちょっとぶつかっちゃったとかで、俺らお前みたいになってくる人とかで、あ、出た出た、すごい強いみたいな、強いみたい。でもそれを見せたいからこうやってくるやつとか結構多い。結構強気で言ってくるんよね。何使ってんだよ、まあ、どこ見てやってんだよ。あ、しゃべるぞ、しゃべるぞ、しゃべるぞ、え？しゃべるぞって言うとな、なんかえってみんななんねん。でそれで、あ、何ふざけたこと言ってるんだみたいになった時に、だからちっこしゃべるぞ。もういいや。そしたらな、早く離れよ。そう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 。不審者になって彼女が後ろからねえねえもうこうみたいな感じになるから、俺それ使ってた。最近はちょっとテレビ出るようになったからもう使えへんねんけど。これさ、私が言ったら。全然通じないやつや、しゃぶるぞって言うか、あ、じゃあお願いします、どうしたらいいの、しゃぶるしゃぶる。私使えないやつやんな、女が使えないやつやん。一回使ったけど、めっちゃ効果的やったから。どうやったその、あ、いやだから彼女がちょ、来い来い来いみたいな感じになって、向こうもなんか逃げ帰らへんままだってまさかさ、なんかそんなお前しゃべるぞって言われるとはみんな思ってないんですよ。これで、なんやお前こそなんやねんっていうのを期待してるから、そこともう全く違う次元の角度から攻めていくと、人ってもう叶えてないから、予想してないこと、予想外のこと、これはもしもね、2丁目とかでやったら、ちゃんとしゃぶ、早くしゃぶりなさいよみたいになるかもわからないけど、ただ一般的な人はそれをもう全く想定してないから、してない、しゃぶるぞって男ってなかなかね言われないんだよね、他の男に。確かに、でも確かになんか女と喧嘩になって女が舐めるぞって言ってくる、そうそう、マッコ舐めるぞってもうその話じゃなくなるの、いろいろ複雑になるし、まず外人だし、しゃぶるって言ってるし男だし、どうしたらいいんだろうっていう、彼女も見てるしみたいな。あ、逆に恥ずかしくなる。そう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 。あとなんか男心的にもやっぱりなんか女を殴るっていうのは良くないねんけど、これ果たしてお釜を殴るっていうのはどうなんだろうみたいなことをちょっと考える思考も出てくるんだよね。いやー、お釜に生まれてよかった。でもまあ確かにね、そのやり方めっちゃいいと思う。これピロシキーズ流の煽り運転、まあというか日頃の喧嘩の交わし方。やっぱりさ思うけど、エロって世界を救うんやな。愛じゃなくて、うん、エロや。